今日はこのブランケットのコートについて話したいと思います。まずはそうですね、この毛織物の素材のことですねについてと、あとはこの細かい仕様特徴についてと、あとはお手入れについての流れで話していきます。このブランケットを作ってるところが愛知県の北西部のあたりですね、木曽川をちょっと登ったあたりになるんですけども、一宮っていうところを中心とした、地域、尾州と呼ばれる産地があってですね、そちらが、毛織物、日本の中でいうと毛織物の一大産地として、ものづくりをしています。毛織産地ならではのしっかり長く使える、コートを10年ぐらい長く使えるコートを作ろうということで、生まれたブランドでブランケットというんですけれども、これに使われてる素材はメルトンと言われる毛織物を織ってそれを起毛させて、で、フェルト化して、作られてる生地になるんですけれども、こっちがブランケットメルトンというもので、二重織りという織り方をして、層を作る織り方ですね。こっちが、八甲田産、メルトンというもので、こちらに比べるとちょっと密度が高い織物です。で、風の抜けがよりしにくいような生地を使ってます。まずこちらの、コートからですね、ダッフルコートなんですけれども、その二重織りにするっていうことで、まず裏地をつけなくても、十分暖かくて、でいろいろそういう毛織物だけで作れるので、比較的軽量にできています。ラフコートなのでしっかり長く使おうっていうものなので、織物としての耐久性であったりっていうのを求めつつ、でもその中でも、なるべく軽量に仕上がるようにっていうことを考えられて、生地作りからされてます。で、あとこのはまぐり刺繍というこの端の始末ですねをロック、ミシンだったりとかパイピング、上から別な生地を当てるようなことをせずに、この刺繍ブランケット刺繍だとか、ブランケットですね、膝掛けみたいなのに使われるような刺繍のはまぐり刺繍というものを採用することで強度を増しつつ、生地の柔らかさを邪魔しないようなもので、またそれがちょっと衣装的な特徴にもなっているものになります。で、このトグルボタンも尾州のちょっと北のあたりですね、高山、岐阜県の方でも木工の方に作ってもらっているものであったり、しています。あとはこっちが、P コートですね。で、このコートの方がこちらに比べるとちょっと目が詰まってるようなもので、暖かさ、まず空気を含みやすい構造かどうかっていうところと、あと風が抜けにくいっていうところで暖かさを保持するっていうので、昔のから天然繊維で、作れる、最強の防寒具として、軍隊なんかでも使われるような、生地ですね。冬服として、使われてたようなこのメルトンという素材なんですけれども、こちらの方はちょっとダッフルに比べると丈も短いので、より密度が高くてちょっと重量感があるようなしっかりした生地になってます。で、あとこちらはジャケットの丈が少し隠れるぐらいの丈の長さがいいだろうということで、この丈っていうのもそういうやっぱり冬の、装いだったりとかスーツっていうものに合わせてしっかり着れるような、ところを、考え抜いて、作られているものになります。こちらは刺繍のがこれちょっと見えづらいですけど、ブランケット刺繍という、またはまぐりとは違うような刺繍の方法をとって、されています。ですね。で、この、ボタンも特注で。アンカーボタンも特注で作られていますね。結構しっかりした生地になります。で、男女兼用で1から5までのサイズ展開になってます。ブラッシングをしていただくのが、日頃のお手入れの基本の一つとしてあって、毛並を揃えておくと毛玉になりにくかったりするとか、ほこりを落としておくっていうことですね。使わない期間はクリーニングに一度出して、保管していただくっていうことですね。毛が好きな虫が来ないように、防虫剤と一緒に保管するっていうことになります。で、あとシワになった時なんかはスチームを当てていただいて、ゆっくり、じわっと当てていただくとシワも取れますので、大体10センチを、3秒ぐらいかけてっていうゆっくりしたスピードでこうじわっと当てていただくと、シワも取れますので、そういう管理をしながら付き合っていただければ長くしっかり着れるような織物になります。まずは店頭で、実物を見て確かめていただければなと思います。では今日は、ブランケットのコートについて話しました。ありがとうございました。